知床半島のランドサット衛星写真知床国立公園は北海道知床半島にある国立公園全国22番目の国立公園として南アルプス国立公園と共に指定された日本国内最東北端に位置する知床半島中央部から知床岬までの周辺海域を含む約6万ヘクタールが公園区域になっている 厳正な保護規制がかけられている特別保護地区が陸域公園面積の半分以上を占めており、公園区域の生誕の地に西別だけは、御根別竹原生自然環境保全地域に隣接している。知床国立公園を含む一帯は2005年に世界自然遺産に登録された。知床半島には数千年に遡る戦死時代の遺跡が数多く残されている。 中でも10世紀前後にオホーツク海沿岸で栄えた北方の漁業民族によるオホーツク文化の影響を受けて、アイヌの人々は、島袋やヒグマ、シャチなどを神とあがめ、狩猟や漁郎、植物採取などをしながら豊かな自然を大切にした文化を育んできた。知床半島は、プレート運動や火山活動、海食などの地形形成作用により作られていることから、祈願や、 海食がけ、火山地形などの多様な景観が形成されている。現在も活動中の火山のうち、知床洋山は1936年に約20万トンの溶融した洋を8ヶ月間に渡って噴出している。オホーツク海は地形的、地理的条件により流氷ができる海洋として北半球で最も低緯度に位置する季節海氷域となっている。流氷下には、 アイスアルジーが増殖し、流氷形成時の延直混合により作られる栄養塩の豊富な中層水が氷層に運ばれることで植物プランクトンの大増殖が生じ、それを餌とする動物プランクトン、工事消費者である魚類や海生哺乳類、陸上の生物にまでつながる食物連鎖が形成されている。海岸から山頂までの標高差は約千六百メートルほどであるが、 比較的低い標高域から高山帯にある廃ツの低木林や高山植物群落が発達するなど多様な植生が垂直的に分布している。知床半島には手つかずの原生的な自然が残されているためかつて北海道に広く生息していた北方及び南方由来の哺乳類、鳥類がほとんどすべて生息しており多様性に富んでいる。陸上にはヒグマやエゾシカ、 海域には、クジラ類や、キキャク類といった大型動物が高密度で生息していることは、知床半島が、哺乳類にとって、質の高い生息地となっていることを表しており、特にヒグマは、世界有数の高密度状態で維持されている。また、天然記念物に指定されているシマフクロウ、オジロワシやクマゲラの繁殖、オオワシの越冬が確認されており、 周辺地域は島ウにとって日本国内で繁殖するツガイの約半数が生息している最も重要な繁殖地であり、大和市にとっては越冬個体数が1000万以上になる世界的に重要な越冬地になっている。河川ではサケ類が著しく優先していることが大きな特徴となっている。ありがとうございます。